皆さんこんにちは、うんたんです。本日はですね、ルーちゃんの面白いところを18個まとめてみましたんで、皆さんにお伝えしたいと思います。7年間一緒にいるんですよ。実際ね、台湾人の方がそうっていう決めつけではできないと思うので、これはね、ルーちゃん単体の面白いところとして見ていただければなと思います。第1個、寝る前に台湾夜市の YouTube を見て寝る。これはちょっとびっくりしましたね。基本的になんか寝る前ってリラックスした音楽とか、おやすみワンアンみたいな感じで寝ると思うんですけど、ルーちゃんですね、違うんですよ。夜市の YouTube を見て寝るんですよ。これちょっと謎ですよね。怖い怖い怖い、私これ好き、こんな感じでルーちゃん見てね、台湾に行ったら食べさせたいっていうよく言ってくれるんですよ。これはまた嬉しくてね、楽しい時間だなとは思うんですけど、まあ面白いところだなと思いまして、ずっと7年間ずっとやってるわけじゃなくて、この家に引っ越してきてからその大きいテレビになって、もうよくね YouTube、Netflix を見る時間が増えたんで、その中で YouTube を見て台湾夜市のおすすめが一回出てきたんで、それからハマってね、ルーちゃん見てます。で、あと、タピオカを刺すとき本気。これは面白いなと思ってインスタでね、ちょくちょく上げてたんですけども、これはほんとすごいですよ。日本人の女性とか結構ね、ポッみたいな感じ、まあ、ルーちゃんとか他のね台湾の方々は結構本気で刺すんですよね。まずストローの持ち方なんですよね。普通に日本人の方はグッと持ってるんですよね。ルーちゃんは上を持つんですよね。上に親指を当てて、ほんと人を殺す時のような衝撃できるじゃん。確かにタピオカを刺す時にちょっと弱かったりしたら、その中の液体がビューッと出てくる時あるんで、それは確かに勢いよく刺した方が安定はします。わかるんですけど、これはね、日本人からしたら結構びっくりします。 D35、 あなた殴られたことないかな。最初言われた時んって思ったんですよね。冗談言ってルーちゃん怒らした時とかに出てくる言葉なんですよ。これ日本ではもう本当に言われたことなくて、そんなこと言うのは殴るぞぐらい、怖い人が言うぐらいの言葉なんですけど、ルーちゃん聞いたことあるんですけど、殴られたことないかなっていうのはあるみたいなんですよ。でも正直言われたこっちからしたらんってなっちゃいますよね。殴られたことは確かにないけどなぁ。これ、私を怒らせたら殴るぞっていう多分脅しの意味だと思うんですけど、怖い中でもちょっと冗談交じりな感じがあって、個人的には好きなんで、これはね、面白かったですね。D-15、ご飯のことばっかり考えてます。もうほんとね、台湾行った時に感じたことが一つだけあって、ご飯が美味しいんですよ。日本ではないような食べ物がいっぱいあって、その中でも一つ一つ美味しいんですよ。それこそゴーマンだったりとか、あとネギクレープパイとか。ネギクレープパイって聞いた時は何なんだろうとか思ってたんですけど、実際食べたらすごい美味しいですし、本当台湾ってグルメなんですよ。ルーちゃんはですね、1日の2回ご飯どうするって聞いてくるんですよ。だいたい11時と18時とか19時くらい確実に聞いてきます。今日ご飯どうする？ LINE とかでも絶対に聞いてきますね。そんだけルーちゃんってご飯のこと考えたんだろうなと思って、今日ご飯どうするって言われて、逆に自分もどうするって返しちゃったタイプなんで、お互い優柔不断なとこがあって、なかなか決まらないことが多いんですけど、ウーゴ、メモ帳として LINE メッセージが来ます。これは本当にルーちゃんだけの問題なのか、台湾の方皆さんやってることなのかちょっとわかんないんですけど、変な LINE が来るんですよ。例えば洗剤を買う、今日何時美容室、返信不要とくるんですよ。返信不要なのに LINE でメッセージを送る神経がわからないですよ。ちょっとびっくりしたし面白いなと思いました。1、2、3、4、5、 D、リュウゴ、服のタグがついたまま着るです。商品を買った時に服にタグがついてるじゃないですか。なぜかつけたまま着るんですよね。そのタグがついてると盗んだんじゃないかなとか、そう疑われたりとか、絶対にねタグは切るんですけど、私は。でもルーちゃんはほとんどの服がつけたままなんですよ。謎だなって思います。服とか売る時に札を見て値段を確認してから売るみたいなんですよ。それはまあ確かになぁとは思いますけど、個人的には結構タグをつけることにリスクを感じてるんですよね。そのリスクを犯してまですることかなとちょっと思いますね。 D-15、 電話時の声がうるさい。スピーカーで電話をしてるんでうるさいっていうことですね。まあ、家の中でお互いね自分の時間がある時に、まあ、ルーちゃんが電話してるわけです。
その電話の時にもうスピーカーにしてるんで全部丸聞こえなんですよね。分かってる単語が出た時はちょっと嬉しいなって思った時もあるんですけど、まあでも言葉の羅列がバーって流れてくる、すごいねラジオのように喋るのでちょっと改善してほしいなと思う点でも少しありますね。 B イヤサスウリョチバーバー B バッコ私眠れないとか言ってもう5分後には寝てるですまあ本当面白いんですけど、まあ、結構ルーちゃんは今日ちょっと寝れないから漫画見るとか結構言ってるんですよね、まあ、5分後寝てるんですよ本当面白いんですけど、えと思いますよね。ほんと 90% ぐらいの確率で寝れないの5分後には寝てるんですよ。台湾の方は違うな多分な。これは面白いなと思いました。 D 上戸旅行の際にも体重計を持っていく。うちのは四角なんですよ。ちょっと厚みもこれぐらいなんですよね。これをね毎回旅行の時に持っていくんですよね。1日2日の体重を気にしてるのって感じですよね。そんなやつが夜中に寝る前に YouTube で夜市の YouTube 見ないですよね。旅行なんで荷物は多めになるじゃないですか、服とか。でもその服とかをいっぱい持っていかないであえて体重計を持っていくっていうのは面白いなと思いましたルーちゃんのお母さんも実際にルーちゃんに言ったことがあって、まあこれはね本当ルーちゃん特有なのかなと思いますけど、持っていくまで体重知りたいのかなってちょっと思っちゃいますリスゴ、明日からダイエットすると毎日言ってることです。大抵お寿司とか行ってる時に私明日からダイエットするからいっぱい食べよう、もう次の日も何かしら食べるときに明日からダイエットするから食べよう、強い意志を持ってダイエットはやってほしいです。私も最近ちょっとまた筋トレを始めましてダンベルとか持って結構鍛えてるんですよ。それを横目にルーちゃんは台湾夜市の YouTube 見てるんですよね。いつかルーちゃんがね本気でダイエットしてくれることを願ってます。正直私はね今ルーちゃんもめっちゃ好きですけども、やっぱりルーちゃんがダイエットするって言ってる以上は頑張ってほしいなと思います。スイゴ AA ですじゃあ AA ねってルーちゃん言うんですよ。 AA これ AA って割り勘のことだよねって一回言ったことあるんですよね。あそうそうそう、え AA って言わないのって言われたんですよ。日本で多分 AA っていうことは聞いたことがなくて、そもそも何の略なのか、A って何て書くのかもすらもわかんないです。ルーちゃんが使ってるってことは台湾の方々も使ってるってことなんですよね。それはね日本では通用しないんですよ。 AA ってそもそも何の略か、どこから来たのかコメントで教えてほしいです。これを見てくださってる日本人の方も、もし台湾の方が AA ねって言った時は AA イコール割り勘と思っといた方がいいです。 B スアゴ Google マップを開くとき、これは一見ね何のことって思うかもしれないんですけど、ルーちゃんがシリにね Google マップを開いてっていうとき、どう思うか Google マップめちゃくちゃかっこいいんですよね。もう私が7年間見てきた中のかっこいいルーちゃんのベスト5に入ってるぐらい、あれをいきなりですよ、街歩きながらちょっとここの道わかんないなぁ、どう思うか Google マップかっこいいっすよ。ルーちゃんとか台湾の方の英語の発音ってめちゃくちゃ綺麗でかっこいいんですよ。歩きながら One OK Google マップ我听不懂请你再说一次。 B スサンゴ Wei ルーちゃんが電話してる時に Wei 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 とかね、そんないろんなテンションがあるのすごい面白いなと思ったんですよ。一般的なもしもしは Wei、まあ、これはねちょっと元気そうな時の Wei なんですけど、 Wei たまにねルーちゃんの妹と電話するときに、そのルーちゃんの妹がウェーちょっとめんどくさそうに言ってるのがあるんですよ。あれちょっと面白いなと思ったんですよね。 D スープ5食べ物が壊れた。台湾では食べ物も物も壊れたときは壊れたって言うんですよ、まあ、日本では基本的に壊れたっていうのは機械とかが壊れたっていう使い方をします。食べ物に関しては食べれなくなったとか賞味期限が切れたとか、壊れたっていう表現はしないので、まあ、この動画を見てる皆さんももし日本に来た時は食べ物に対しては壊れたじゃなくて食べれなくなったとか、そういう風に使っていただければいいかなと思います。 D スウゴ足す借りるの区別ができてない、まあ、ルーちゃんよくね逆で言い間違いますね。台湾は貸すと借りるの単語は一緒なのかな、そこは
勉強不足で分かってないんですけど、そこが原因なのかなとは思います。D数量つぶられた、まあ、結構私はネタにしちゃってるんですけど、帽子とかの形が潰れちゃったりとかした時に、ああ私の帽子潰られたって言うんですよ。潰られたっていう単語はないんですよね。潰されたなんですよ。ルーちゃんもね、これはなかなか治んないです。ビースチークラミエンイタリミエン、麺の言い方がめちゃめちゃ可愛いんですよね。なんでルーちゃんがだいたいラーメンとかあとパスタとか言う時は期待しちゃってる自分がいます。ラーメン食べたいとか、台湾の方のミエンはほんと可愛いです。最後ミカマーです。何してんのよとかの意味なんですけど、面白いなと思います。ミカマーカンマーとかすごいね、いろんな言い方があってね、その時のミカマーでルーちゃんの機嫌がわかるんですよね。最後のマを伸ばす伸ばさない問題もあるんですよ。結構ルーちゃん伸ばすタイプで、ミカマーみたいな感じで面白いですよ。今ね18個ルーちゃんの面白いところを撮ってみたんですけれども、多分今まとめてないだけでまだあるかなと思うんで、本当に面白い行動です。それでは皆さん See you next time! バイバイ。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても